はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。不法滞在者を増やすな。外国人実習制度廃止デモ、10月1日、13時30分、東池袋中央公園集合、サンシャイン60隣接であります。巣鴨プリズンで検索を お願いします。昔、巣鴨プリズンがあった場所。早めに着いた方は、上り、組み立て、お手伝いください。今日で8日目となったぎっくり腰、だいぶ良くなってまいりました。この調子だと10月1日まで、なんとかね、干潮になりそうですけれども、NHK スクランブルデモ、NHK ネット聴取反対デモ、同様に、テレビ新聞は一社も来ねえのかな。なんかね、左翼が、趣旨は違うんですけど、外国人を奴隷にするな。実習制度廃止デモを過去に3回ばかりやってたのを見つけました。趣旨は違うんですけれども、それでね、強制労働をさせられたっつって、金たがる気なのかなーって思っちゃったりして、私んとこは年間数千人が失踪して、不法滞在者累計を毎年毎年数千人ずつ増やしている外国人実習制度廃止を求めるデモを行います。まあ相手は自民党ですかね。自民党、公明党ですかね。フェミ界隈では田島陽子さんが一番会話が通じる方だそうです。他はどんだけ会話不可能なんだっていう尺度になりそうですね。中京系コーヒーチェーン。なんて読むでしょうね、これ。コッティコーヒーですかね。コッティコーヒー。日本進出。文京区に、開店したって1店舗。大量出店を目指すそうであります。日本においてね。愛国者の皆様、ご注意ください。気をつけろ。そのカフェ、実は中京系。いうことですから、気をつけください。麻生副総裁、福岡で、講演会したそうであります。ガンだった山口夏男、石井北川などなど、公明党の一番上の人らと、その裏にいる創価学会に、岸田は防衛費倍増をしれっと通した。あの左翼顔がいいんだよね。ひどいなぁという感じですけれども、ネットの反応です。そうかそうか、そうだそうだ、ならなんで一緒に組んでんの。そうか、もういらないだろう。10年以内に連立解消だな。10年経ったら公明党あっかなぁ、創価学会も存在してるかなって感じなんですけど、岸田の手柄じゃなくてアメリカの要請だろう。公明党またいらんことしようとしてるし、連立解消して国交省を取り戻すよ。公明党上ほどダメだったって言ってるみたいなんですけれども、公明党議員、我々は創価学会の使いっ走り、ぶっちゃけてましたんで、まあ学会自体がダメだった。防衛費倍増に抵抗していたと解釈できますね。創価学会がですね、中共にこびる理由2つ、香港支部を人質に取られており、いつ活動禁止にされるかわからない、ビクビクしてる。中国共産党のご機嫌を損ねないようにビクビクしている。あわよくば、中国本土での布教を許可してもらいたい。そうすれば、今の信者数の何倍も獲得できんじゃねえか、なんていう欲を書いている。北側、山口、公明、上の方は、全部ですね、中共に女をあてがわれている。これは噂であります。という強固な、こびる理由がある。学会が中国共産党にこびる強力な理由がある。防衛費倍増を認めたのは、やっぱり、岸田の左翼顔のおかげじゃなくてね、アメリカからの情報じゃないんですかね。こういうスケジュールで、こっからこういう風に台湾侵略を開始するぐらいまで詳細な情報をもらってですね、中共媚び命の創価学会も黙ったってことじゃないのかなって思いますけども、学会信者のメイン層は73歳から77歳。いわゆる団塊世代であります。あと10年以内には確実にどうにかなりそうですね。男性平均寿命84歳、女性89歳ぐらいだっけかな。10年後には確実になんとかなりそうですけれども、ジャニーズもあんななっちゃったし、戦後78年、そういう時期なのかもしんないですね。そういう時期。78年、約3世代ですか。
公明と同様の構造のですね、共産、まあ、メインの支持者が団塊世代、同時期に、公明と同時期に滅びると思われるんですけれども、紙の新聞も滅びると思われるんですけれども、そうなったら、なんていい世界に、世の中になることだろう。そうなったら、公明と共産と朝日新聞がいない世の中、なんていい世の中だ。子孫に今より良い国を渡そうっていうのは、実はこれ、日本人全員の使命であります。原初の神、天津神、言いますね。イザナギ、イザナミの御事に、納め作り、固めなせ。すり個性せよって読む、すりって読むみたいなんですけど、納め作り、固めなせ。雨のぬぼこ。これも読めませんね。お渡し、国づくりを命じる。これはですね、すり個性せよは、終わりのない永遠の改善業務を命じるっていう。イザナミ、イザナギの、子孫である、我々日本人の使命なんで、イザナギ、イザナミの、娘さんがアマテラス。アマテラスの五代先の子孫が神武天皇。で、神武天皇の子孫が我々。ですんで、まあまああれですよ。イザナギ、イザナミが命じられたすり個性性っていうのは、まあ、子孫の永遠の改善業務ですね。使命ですね。処理水放出後のタンクや分離泥、分離泥への処分について東電、まだ何も決まってない、と言っておりました。世論です。ソウルの道路に使えばいいと思う。半減期まで放置しとけばいい。誰も買ってくれない原野がいっぱいあるんだろう。線量が落ちるまでどっかに置いとくしかないな。源泉が沈んでも放置している国があるんだから、泥ぐらいガンガン捨てなよ。新次郎が泥パックで応援なんで新次郎なの、やりそうですけど、現実的な手段としてはですね、まあ、解体してどっかに放置、いずれ半減期を迎えて占領落ちるんで、まあ、普通に産廃処理ですかね、現実的パヨ界隈の餌にならないように、これをネタに騒ぐネタにしないように、こっそりやってほしいな。何も決まってないっていうのも左翼を欺く嘘かもしれないんですけどね、こうやってこうやってこうやってこうやるなんていうスケジュールもうできてるかもしれないですけど、何せほら左翼が騒ぐからさ、半原発界隈ですか、あいつら何でもいいから文句言ったいっつうしょうもない連中ですからね。鳥取で C 和夫と語る集いが開催。 C さんの話を聞いて一歩踏み出すことができた。その場で66歳女性が入党。世論、若者の話だと思って開いたら全然違った。66歳新人って、新人が66歳って凄まじい。若者一人もいねえ。老人ホームの説明会のようだ。入党して下克上やればいいんか。下克上は即除名で不可能だぞ。党員以外入れないようなイベントで何のアピールだ。党員でなくても入れるぞ。出ることができない。党員でないと出れないということは、全員そこに行ったら最後入党しないといけないってことかな。共産党員、ヤングが入ったそうだ。66歳。泣けてきますね、これね。ここもメインが73歳から77歳になっちゃったし、まあ66歳だったらもしかしてアイドル扱いしてもらえるかもね。赤旗の自画自賛記事でも66歳しか用意できなかったの哀れであります。どうせやらせでしょうけどね。平等言いつつ、党内序列には日本で一番やかましい、階級がある、細かい学歴にもこだわるこだわる、存在自体が理不尽な組織なんですよね、これね。電波番組サンモニ、今週の電波は青切り、日本政府が沖縄を追い詰めているなんて言っちゃってですね、世論です。いや、中共のせいだ。国防に県が口出すのがおかしい。聞くに値しない、土木の素人が何言ってやがる。こいつみたいな国賊が好き放題言える日本は素晴らしいね。社民党副党首、大椿優子もなんか原因は日本にあるとかなとか言っても、ドイツもこいつも同じようなことをですね、結局最後はですね、日本が悪いって、結論決まってっから、バカの相手は退屈なんですよね。どうせ日本が悪いんでしょうみたいな。北海道、茅部郡、森町。地名って読めないよね、本当にね。町内の加工会社が保管するホタテ10万食分をですね、
全国の学校給食に提供すると発表。これ主語が町ですから、まあ町の税金で買い取ってやったのかなという感じであります。世論です。子供たちよかったな、ええやん。どんなメニューになるのかな。これはこれでいいけど安売りしてよ。市場に出さずに価格維持する戦略か。安売りしたらその価格で固定してしまうから、今までの市場が歪みすぎ。中国による値段以下じゃ出したくないって言ってたもんな。シーフードカレーにするとうまいと。まあ安売りしたらその価格で固定ってことはないんじゃないの。美味しくて需要が高まれば高く売れんじゃないの。それが市場ってもんじゃないかな。試験です。このままでは冷凍倉庫の電気代で赤字ならばタダでもって、加工会社が思い切ったのかと最初思ったら違った。ホタテに支えられてる町の金でやるなら、出ない。まあ、そもそもがですね、中国が買ってくれないとお手上げっていう構造がバカすぎたんですけど、これで懲りたでしょ。中国人はホタテあんまり食わない。米国輸出向けに中国産ホタテを加工して輸出してたんですよ。中国人自身はホタテあんまり食わないですね。干してですね、寒華という干しホタテはよくくっつかめたんですけど、そんなに大量には食わない。それが乱獲で絶滅した。中国沿岸のホタテが絶滅した、日本産ホタテを買って加工しアメリカにせっせと輸出してたんだって。それもダメになってですね、中国の加工会社倒産ですね、これ、セルフ経済制裁オツって感じなんですけども、というわけで10月1日、デモに来てください。報道はあるのかな。NHK スクランブルデモがテレビが談合してかばい合って報道しないならなんとなくわかりますけれども、左翼もやってんだからさ、外国人実習制度廃止デモはさ、それはちゃんと報道されてんだからさ、こっちのばっかり報道しないっておかしいんじゃないの、不公平なんじゃないの、って思います。皆様もぜひともご参加してですね、報道すっかしないかをですね、ご自身の目で、ご確認ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。